この桜同士になったりどうなんでしょうね。はい、だわかります。この、なんていうの、この自虐っぷりは。いや、言いたくなる理由もわからんじゃないですけどね。私なんか結構桜通り線というか定期券、桜通り線経由で定期券買ってましたからね、するとね、朝の7時台8時台でもワンチャン座れますからね、